テレビ大阪の柿内でございます。ですね、大学でのですね、あの式典での、あの国旗掲揚、国歌斉唱の件なんですけども、あの先日下村大臣があの国立大に対して、まあ、要請というのがありましたけども、あの下村文科大臣が、要請、まあ、適切にということで要請ありましたけども、あの弊社の取材でですね、あの大阪市立大でですね、まあ、国旗は、掲揚されているんですが、記録が残っている昭和43年以降ですね、国歌の斉唱はされていないというようなことが分かりまして、あの大阪市でも条例がある中でですね、あの市長はその市立大学の方で、国歌斉唱というのは必要かどうか、どのようにお考えでしょうか。小学校中学校義務教育のその卒業式の場とはちょっと違うと思いますんでね、まあそこはただそれとあれじゃないですか、今公立大学法人ってこれ独立行政法人になっても公務員じゃなくなってるんじゃないですかね。僕はだからあれ国家の君が代の規律斉唱条例で問題視したのは、小学校中学生、まあ特に小学生中学生っていう子どもたちが次の人生をこう次のステップにこう移っていく時の、まあある意味厳かなね、そういう式典の場 で公務員たる教員が規律斉唱しないっていうのはおかしいというふうに言ったんで、そうでない国民一般に対して規律斉唱を強要しようなんてことはさらさら思ってませんのでね。だから、まあ、公立大学法人の あれどうなんですか、国立大学法人は公務員じゃないんですけども、公立も同じなんですかね。公務員ではないんでしょうね、多分独立行政法人なんで違う、非公務員になってるんでしょうね、まあ、もし非公務員なんだったらそれはもう僕は言うつもりはないです、うん、ある程度学校の判断に委ねる。それはね、公務員の場合にはやっぱりそれは宣誓して国のためにっていうようなところからスタートするわけですから、それはきちっとやってもらわなきゃ、特に小学校中学校とかね、高校、そういう、まあ、初等中等教育のそういうレベルのところでの、まあ、特に式典での公務員の振る舞いとしては、でしかも教育委員会が決めるわけですからね、教育委員会が決めたわけですから、まあ、それは従ってもらわなきゃいけないということですけども。